秘宝なんだが。お好み焼き食われてたんだが終わったんですけど、キャベツまで切ったのに俺の豚肉まで使われとったんやけど、おかんにってやられてしまうの。ほんとまあおかんのなんやけどな、たこ焼きは違う、お好み焼きはそれがあると思っとった俺が間違いだったんだ。でも豚肉使うんはおかしくね。やけん罪滅ぼしにゲットしてきたけん、こうなったらもうやるでお前ら。ポンポーンって、これだ、これでなんとかするぞ。ただタコはない。ううって、何入れたらええと思う？何入れるの、どうしよっか相当あれやん、これある中からからですやん、こんなんもうキャベツ玉しかない。たこ焼きの粉でお好み焼き作ったら、あ、できる？これで40個分できるよ。じゃあそれでやるか。どうすりゃいいの、これでも 50g、 卵3個、明石焼き何グラム？何グラムでやったらええん？じゃあ、粉。切ったキャベツは、冷蔵庫入れとんやけど、もう使わんけん。もうお前やれやって、おかんに。何でも入れたらいいじゃない。たこ焼きの分量だと、たこ焼き40個で、1袋と、卵1個で水600やって。でも絶対違うよな、こんな。お好み焼きにするには。だって50ミリとかやったで。お好み焼きの時水。塩分量や。いやー、水分多めって、いや70でやって相当ぐちゃぐちゃになったんやけど俺。たこ焼きは、いや、お好み焼きするんやったらどうするんってあれでも聞くな。いや、わからんもんだって、これじゃたこ焼きになるやろ、お好み焼きじゃなくて。お好み焼きの作り方って粉これ一緒な、そもそも。たこ焼きでいいだろう。いや、たこ焼きな、40個もいらんし、そもそも。じゃあ20個にすりゃいいんか、半分で。で、水も半分にして卵を1個にすりゃいいってこと。キャベツとか相当切ったけん、俺。そもそも。やっぱお好み焼きの方がええって。生地がねっとりするぐらい。20個も多い。いや、でも20個ぐらいやったらお好み焼きぐらいになるんじゃない？ちょうどええ。でもこれ開けたらもうチャックないけん。使い切りタイプみたいな感じなんやけど。こうやってお好み焼き作ると生地が硬くなる。ちょ待て、こういうのは先人の知恵を学べばいいんよ。たこ焼きでお好み焼きって入れたらなんかやっとるやつおるやろ。たこ焼き粉、こ、お好み焼き、ほらもう出たし。熱々美味しいたこ焼き粉で作るお好み焼きレシピの動画作り方。
簡単よな本当今の時代は。たこ焼き粉が 100g、 豚バラ120、卵1個、キャベツ250、揚げ玉大さじ2、紅生姜 10g、 水 100cc、 サラダ油大さじ1。よし、来た。これを見習ってちょっと作ってくるわ、俺。最高のケージ持ってきたるけん、お前ら。待っとってくれや。ちゃんと測ってくるけん。もうこのたこ焼く気はまた今度や。これで完璧じゃ。揚げ玉もあるし、なんとかなるかも。できました。ようやく用意ができました。取り崩っていきますか。パン、まず油ですね。これが、ヘルシークリアっていう残念な油になりますね。待て。で、これが種な。俺が作ってきた種になります。で、ここに、あれが、QP ハーフ、2分の1。ええやん！で、もう、なかったけん、この豚肉をちょっと拝借してきました。これでやってみようと思います。完璧なる！まずどうする？中火か。どんぐらいでいく？どんぐらいでいくよ。おたふくソース、おたふくソースですね。中火、中火ね。いい音するかな。蓋はないん？蓋ないな。こねこね。天かすも入れてますから、これ。蓋ないんやけど、いるん？蓋。蓋なんかいらんじゃろう。まだこねる？
こねって。卵、水、たこ焼きの素。ああ落ちた。広島風じゃない。もうええか。とりあえず落としてみるか。形はどうなん、これで。ちょっと男の人はって。全然焼けてなくね、こっちは。肉はこの上に置いて反対にひっくり返したらいいよ。形はグッドやな。どんぐらい焼いたらいいんですか。触るな。まだ。あ、でももういい匂いしよんだが。もうちょい弱火。5分。100で普通だから、ほんと。ちょっと油かなんか。ああ。いいっす。いい匂いっす。また落ちたし、うわ毛がついた。よいしょ。強火にしてない。いや弱火です。これ豚肉乗せる。もうこれ上に乗せとこで先に。豚玉ってやつかな。うん。手洗った。洗ってる。もうなんか焦げてきてるんじゃないですかこれ。大丈夫ですかって。本当に もうひっくり返す。うろたえんな。まだでもまあまあ焦げとるで。これ超ごく弱火。いやまあまあ弱火だけど、まあまあ動くで。これプルプルしようやけど。これやで。これごく弱火やろこんな。行く？もう。もうええんちゃうん。硬いって。ほんと。これ。これ。いけるんちゃうん。焦げよるで、これ。側面。大丈夫？
持ち上げてみてみた。焦げとる焦げとる。ちょいちょっとちょっとちょっとやってくれたのお前ら。全然じゃねえか。まあ食えそうやけど、普通にうまそうだが。火が強いんよ。あーもう消えたし。反対にしたら結構ええ感じになっとるやろ。こっちが見せれんかったら。余裕よ。いやうまそうやで、普通に。これもう完成やろ。こんばんなんかもうバン、割れたけんな、ぐちゃぐちゃに。そう考えたらこれは成功と言えるじゃろう。ちょっと強すぎるこれ。切って難しいんですね。押し付けはダメ。たこ焼きやけんこんなんなっとるだけじゃない、粉が。ボリューミーやで。でもまあまあ、香りとかどうなん？まあいい香りはするな。反転術式する。もうまだ早い。通んの？通っとるやろ、普通に。だって押さえてあれも出てこんし、ブジューって。裏面、やる？もう行ってみる？おお、ええ感じやん、これ。こっちの方の焼きが足りんな。となるとやっぱりまだやったな。もう人あれが欲しいね。通ってない。いやけんゆっくりやろう。こっからはこっちがもうあれな分、ハンバーグな分。ちょっと一本吸うぐらいやろ、これ。いやーこれ昨日のより全然ええわ、マジで。だってひっくり返せるもん、綺麗に。昨日の分裂したけん、試算したけん、この辺から4分割で、それをただただ合体させただけやけん、あれぐちゃって固めて。ただ俺の胃を豚のなんか取られたんはちょっと苦しいな。なんか違った水じゃろうなって。これまあまあ量ないんで、これ大丈夫っすか。豚高かったん。豚350何歩かな。全然入ってなかったのに。
ええ音するな。やっぱタフマルくんいいわ。暖房にも使える。ほんと綺麗にしろ。何が。ちょっとひっくり返してみますか。ええんちゃうか。熱っ。燃え。膨らみもまあまあやし。もうちょっと豚肉でももう完全になってないかこれ。火力上げる？こっちが黒すぎる。これ見極め大事ぞ。やばい、やばい。煙出てきたぞ、白い煙が。ええって言ってくれ。いや、いいやろ、もう。もうよくない？確認。ええんちゃうか？焦げ目もついたし。もうええやろ。もうないし全然ないんやけどプリュー2分の1理論。ええんちゃうか。 OK？もうちょい。苦しそうやが。あ、こんなもんじゃろう。いただきましょうか。どうでこれ完璧なんじゃん。じゃあちょっといただいて我慢すか。かつお節ない。かつお節はもう我慢せ。もうないけん。うん、うん、パリパリしてて美味しい。普通に食えるな。たこ焼き感ふっくらしとる。昨日のよりうまい。
ホクホクですわ。豚肉も。パリパリしとる。何点？100点。もうちょっとソース欲しかったかな。サクサク具合もある。生焼けはないな。それどころか、ホックホクですわ。内部は。キャベツも、いい感じに、蒸し上がってますし。箸が止まらんちゅうやつですわ。これ。裏面の焦げは、ご愛嬌って感じかな。ほくっとけ。なんせな、こう、食い寄っても、形が崩れない。これが素晴らしい。昨日なんかもうボロボロやったけん、食い寄ったら。エビ入れすぎたんが敗因かも。海鮮も入れたいですね、やっぱりこれ。酒はあるんですか？取ってきて構わんすか？最後の一本。うまそう。レパートリーが一つ増えたような気がするよ、俺は。海鮮もありやな。ホタテとエビとイカで。丸吉行ったら揃うし。牡蠣もあるんだよな。普通に でも考えてもみ、これまあまあヘルシーなんじゃないん。キャベツと粉だけやで、ほぼ。豚肉があるぐらいで。料理系 YouTuber として。え？せめてかまん。できた！油入れまくっとろうが。でもキャベツやで、食べよう。リュウジかって、リュウジにはかなわんって、パーズレシピには。怒られるぞ。豚肉が美味しい、美味しいかも。
ニンニク入れすぎ、味の素も頼りすぎ。それはアル中やろ。ちゃんと中までこれ火通ってますわ。生焼けんとこがない。ふっくら仕上がっておる。たこ焼き20個分のあれがあるやろな。半分入れたけん。でもリュウジはあれやで、今ファミマとコラボしとんやで。なんか普通におにぎりとかあったぞ、リュウジの。ちょっと買ってみようかなって思ってる。あれ見たら JP 思い出すよな、俺。リュウジ見たら。似とるな、うん、あんな感じよ。おにぎりは評判いい。ファビオのパスタやろか。ワンパンパスタ。貧乏人のパスタやろか。ペペ玉。ワンパンは技術が高い。飲み物取ってくるわ。もう耐えらんねえわ。もうやる気ないけん。あー、おいしい。追いかけた方がやばいけん。やつらは、ジョージは。向こうも何もせんかったら何もせんけん。なって。ちくわ入れてもええかもしれんな。そしてこれは桜エビとかな。青のりと桜エビも買っとくか。これ次回は、もうこんなん減っちゃったよ。しかし形は壊れていない。キムチとかいいかも。エビは昆虫とほぼ同じ成分だし、やけんイナゴとかも食うじゃろ、佃煮とかで。あれエビらしいけん。普通に餅もええかもな。餅チーズとかたまらんで。
そして詰まって昇天するっていう。エビで食うのは中身やしって一緒みたいなもんやで。今温暖化が進んどってよ、伊勢エビがめっちゃ東北でも取れるらしいんだわ。お前らもう伊勢だけのもんじゃないんやでっていうテレビを見た昨日。今ね非常にね大気はね変わってきてます。伊勢エビ大してうまくない説あるが、いやうまいやろ。伊勢エビのお前池作りなんか食ってみ、飛ぶぞ絶対。お刺身で食いたいもん。あんな見せられた日にはもうプリップリの値段の割にはうまくない。そうなん、夢見とるだけなん俺じゃ。伊勢エビに現地の人たちは語るか。それは現地やけん食い焼きとるだけなんちゃいますの。火入れた方がうまいんだ。ほうな、マジかよ。残念すぎるわ。うまさならクルマエビのが。そうなん、そうだ。俺たちはブランドに弱いんだよ、スロッターは。俺は伊勢を押すね。損すんな。いや絶対よ、一世しか勝たん。魚介類のうまさが未だわからん。ふふって、俺も昔はそうだったって。君ももうちょっとね年を重ねれば味覚も変わってくるさ。魚介類最高ってなるから。おかわいいこと、あらあら。値段の割に美味しくないもの、松茸、伊勢エビ三大って言うんやったらもう一個言ってくれよ。キャビア、トリュフ、フォアグラ。タラバガニは何か。タラバはカニ目カニか。タラバはカニです。タラバはヤドカリか。タラバがヤドカリやったんか。間違ってたわ。あらあら。残念残念。ズワイがカニ目カニかか。くっそ。ああ。足の数8しかないんよ、ヤドカリは。復習しとけ。
フジツボがエビの仲間だという。そうなん。うん、いやあ、だわこれ、大満足、大満足の味でしたわ。お腹いっぱい。まあ満腹やな。普通に。海鮮で一番うまかったのは築地で食った寿司やね。腹が飛ぶぞって。ああ、違う違うって。北海道やけん。海鮮は。もうこれ俺があの上司で、喧嘩までしとるけん。俺松山に住めんようにしてやるぞ言われとるけん。どっかの社長に。そんぐらい北海道の海鮮は飛ぶらしいけん。俺は知らねえけどな。北海道の小樽って言ったわ、おっさんは。宗家の上司が喧嘩したやつ。そう、それな。なんなん大人が何勝やろって思いました。俺あの時まだ若かったけん、23とかやったし。ああ、ザ・老害みたいな感じだったわ、どっちも。もうしんどいやろな多分どっちも。おいしんぼみたい、そんなレベルやで、マジでしょうもなって思ったわ。北海道の人が家がまずくて学校から家に帰っておやつがなくて代わりにカニ食べてたって言ってた。ええやん、カニ食べれるってええやん。令和の今の一代には、いや今でも言うやつは言うで、きっと言わんでええこと言うんよ。俺らもう一緒よ、スロットで。ああって、あの頃は良かったなって、激闘北斗の頃は良かったなとか、夜と一緒よ、今の令和キッズに対して。ああ4号機があったらなーって、裏もんやりてーって、あの金ない時期に今やったら打てるのに、なんぼでも。つれえわって。石狩は給食でイクラが出てくるから、しかも量多くて白米が足りなくなる。イクラ丼ってこと？まあ俺イクラあんま好きじゃないんで別にいいんですけど。卵系はちょっとノーセンキューなんで。ワイはトロって。トロ丼。ウニ、イクラ。海鮮食えないよね。食えるんですよ、最近は。いろいろと。タラコパス、タラコもあんま好きじゃないけん。明太子とか。博多行って明太子食ってないんやけん、俺。お通しで選べとったけど、あ、明太子いらねえって。もつ鍋食いよと。明太子おいしいって言うよな。うまいんじゃろうな。食わず嫌いなんかもしれんな。じゃあ
明太子はチンして食べるとパスタにも合うしな。確かに明太子パスタとか、それをあえただけでもええんか。塩辛とか、塩辛は普通にうまくない？酒飲みのお供みたいな。北海道のジンギスカン美味しかった。うまそう、食ってみて。羊肉やったっけ？ラム肉ってやつ。ラム、ラム。花丸ちくん。絶対美味しいでしょう。ラムーンって。ええー、なぁ。なんか変な鍋みたいなやつでやるやつじゃろ、迷路みたいな。油が落ちていくんじゃろ。ええー、やんって。岡山行ったら食える。そうなん。たまは羊肉のところが臭くなくて美味しい。はあ。羊のラム肉とか食ったことねえわ。ラムチョップとかあるよな。うまそんご。こんばんは。GBA もね、流行ってますからね。なんならね、今はね。鹿とかね。イノシシの肉だってお前ら、本当は高級食材なんやで。しかるべき処理をして、しかるべき料亭が出したら、ボタン鍋っつってよ。俺 JP んちで食ったことあるんだが、焼肉で。くっそ硬かったわ。イノシシ肉。ガチガチな、俺泣かせよあれ。愛媛ではないん。どっかにあるかもしれんけどな。死肉が一番うまいって人もいる。ええんかって。まああいつら鍛えとるけんな、野生で。それはお前、その辺でね、養殖された豚肉とは一線を隠しとるじゃろ、あいつらの筋肉たるや。毎日真夜中んとこでお前、鍛えられとんやけん。ガチか。ダマのジビエ肉はうまいぞ。飛ぶぞ。でも寄生虫とか大丈夫なんですかね、そこのところは。そういうところもちょっとねえ、ご両親としては子供に食べさすには怖いところがあるんじゃないですかって。マリナンでは普通に食堂にイノシシ肉がある。へえ。両親にキジ肉、キジも中ズバ打たれまいって。キジもな、結構高級よね。確かに。クジラの刺身はまずいって。水っぽくて油の足りない馬刺しみたいって。クジラは爆発しますって。ほっといたら爆発するんで。ね、クジラっていうんはすごいあれなんですよ。生態系に循環しとるんですよ。クジラが死んで骨になって下に行ったらスカベンジャーっていう死肉をむさぼる奴らがおって、そいつらのコミュニティができるっていうね、クジラの墓場みたいなとこもありますから。これゆっくりね。もう知っとるやんって。クジラのコミュニティ、余すところなくやってくれるっていう、地球上に。トラ吉教えてもらった。トラ吉でも見たかな。何でも見るけんな。あとなんかな、クジラは周波数でこう鳴き声があるんやけど、絶対仲間に届かないなんとかヘルツの鳴き声のクジラがおって、悲しい物語があるらしいよ。なんとかなんとかの孤独なクジラって。まあこれもゆっくりな。すっごいあやふや。めっちゃふわっとしてる。クジラと豚は禁煙なの知ってる？知らない。
クジラは歌を歌うの知ってるって。歌歌いますって、クジラは。そういうのが観測されてます。52Hz のクジラな。それな。シロナガスクジラは世界一難解な超絶技巧の歌を歌う。聞いてくださいって。52Hz の歌って。それで歌っていただきましょうって。ググったら出てきた。それだーって。ふわっとしたんがついにガッチしたで今。52Hz のクジラ。仲間にも聞こえないって。悲しみの一人孤独に歌い続けるクジラっていうのがいるんですよ。クジラは目がリンゴぐらいと意外と小さい。いや、でかいだろ。普通にでかいだろ、リンゴは。地球の歴史の中で一番巨大ってすごい。まあ、歴史上やったらもうちょいでかいのおるんちゃうか、あの、デボン紀とかに。デボン紀のなんか、普通に魚類でクソでかいんとかおるんやけど。でっかい怠け者。それはあれやね。あの、何やったかな。テラ、なんとかやろ。知ってる。20メートルの体だぞ。それにリンゴの目は確かにちっちゃいかも。メガロドン。メガロドンは意外とちっちゃかったっていうのが定説になってきとるけん。あれ、15ぐらいやけん。おそらく。歯の形でもう特定されてんだわ、あいつら。ロマンが詰まってたんですよ、デボン紀には。ダイオウイカはあのアンモニア臭がすごすぎてもう食えたもんじゃないらしい。でもそれのちょっとちっちゃいサイズのやつはなんか結構あの食用で使われるらしいです。アメリカとかで出てくるのはレッドなんとかってやつがいるんですけどね、イカで。それは普通のイカの切り身みたいなんで寿司屋とかにも来てるかもしれないってね。大量店に単価の安いイカは疑っていけ。なんでもそうだけど数値はみんな盛る。そうなんよ、盛られてんだよ世の中。私たちの元に届けられます。冷凍のあのシーフードミックスとか絶対そっちやで。北斗のようにそれほど詐欺はせん、さすがに。それは詐欺すぎ。ああ、疲れた。もう今日は俺いろいろと。シーフードミックスでパスタ作ればいい。せやなって。俺片付けて俺もおいとまさせてもらうわ。今日は頑張ったわ、起きてから。みんなはどうだった？今日という日を頑張れましたか？クソ眉毛見せられて終わりかよ。いやでももう9時ぐらいからやってますし、激闘だけがもう出てくることないぞ。激闘がもう俺は分かった。本当に意味のないことをしていたとね。スバンって、真面目にやるけん今後。ポケモンやろう。いやよ、ハゲとの決裂って。
やっぱな、戦わんといかんのやなって思いましたわ。たまの休日。対戦やってやって。対戦人おらんもん、もう。残念ながら。俺も圧勝して寝たいよ。でももうおらんのよ。残念ながら。コンテンツ不足になるんだからって。やってくれって。来る？来るんやったらやるで俺。ゴルフとか、ボコリに行くんだが。大富豪で気持ちよく、惨殺するんだが。ツボはきつい。もう、さすがに。マンダーさんって、マンダーさんはちょっと今回振るってなかったな。どうしてだろうか。行くか。これ考えたやつ天才か。この LE ビジョン。いえかと思った。腹の書き下ろし。いやでもこれが光るのはやっぱ動き出してからやけん。ブーブーっていう。あぜひね、こう現場で見てくれ。飛ぶぞ、ほんと動じる。この演出だけは。あそっから。もう映っとるけんな俺。ふぃー、ハイパーって。ああ無理だろ、絶対絶対漏らしとるって。これケンタロウ、うるせえ。すまん。でもなるけん、そうならざるを得ないっていうね。さあ海になる。ここまでたどり着くのがむずいんよ。そうなのよ。それが一番の問題なんだわ。なん単発ばっかやけん。今まで単発ばっかやったし俺。あそこ行くまで。